こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。と今日はほうれん草5枚にしようと思ったんですけど、いただいたので、でもくるみ和えにすることにしました。すごく前も紹介したことがあるんですけど、緑茶を入れるとくるみが真っ白になってマジックみたいで、そしてとても美味しいし、くるみは体にいいので、ほうれん草のくるみ和えを作ります。ほうれん草を茹でる前にいただいた大根の葉っぱを湯がいて刻みました。で、半分は冷凍してしまいました。この半分には塩をちょっと混ぜて、ご飯にのせてなめしで食べたいと思って刻んで器に入れてあります。塩をちょっと振りました。もうこういうのが美味しいですよね。何にもしない、もうただご飯に大根の葉っぱを乗せて食べます。ちょっとポン酢で食べても美味しいけどね。大根もいただいたので、たくさんあるので、とりあえず昆布と一緒に柔らかくなるまで煮ています。これで煮えたらちょっと火を止めて、でこれをちょっと味をつけずに冷蔵庫に保存しておいて、今日は大根をステーキにして食べます。ちょっと焦がして焼いて、フライパンで焼きます。そしてバターとお醤油を入れて、そして柚子、ネギをちょっと添えて食べたいと思います。と生くるみです。これを入れて、ちょっと大きくて飛んでったりしちゃうので、この辺はちょっと丁寧に潰していきます。この時期いただくほうれん草は本当に嬉しいですよね。美味しいお茶なので、私もいただこうと思ってお湯を冷まして、お煎茶を入れます。このくるみ和えに使うお煎茶はちょっと出がらしでもいいんですよね。実は美味しいお茶をいただいてしまおう。少し時間かけて、ちょっと美味しいお茶を取り分けた後、2番目のお茶を使います。ちょっとお茶をいただこう。
さてさて、くるみあえの緑茶を入れていきます。このちょっと茶色かったのがマジックのように白くなります。もうちょっと入れます。いかがでしょう、茶色かったくるみが緑茶の成分によって白くなりました。でせっかく、まあ、白いのでこれでほうれん草にあえていくんですけど、ちょっとお醤油とかは使いたくないので、この猫ぶだしですね、猫ぶだしをちょっと入れて、そしてごまあえにしたい、ごまあえじゃなかった、くるみあえを作っていきたいと思います。はい、すごいいい感じですね。茹でたほうれん草を入れていきます。ちょっと切ったので絞って、ね、この時期ほうれん草いただいて嬉しいね。もう本当に ありがたいことにたくさんお野菜をいただけるので、本当山梨に住んでいて豊かな生活です。塩加減がいいか食べてみます。うん、おー、あのすごいくるみの美味しい香りのつるあえ物になりました。うん、美味しい。もうちょっとだけ、もうちょっとだけ猫ぶだしを、この猫ぶだしいいよね、猫ぶだし、これをちょっとだけ足してこれで OK にします。わあ、美味しい和え物ができました。すごい体に良さそう、美味しいよこれ。こんな感じでパイレックスの大きい容器に入れて冷蔵庫に冷やして夕食に小分けにして食べたいと思います。ふるさと納税で甘エビを頼んでしまいました。こないだはふるさと納税でイクラを頼んでしまいました。ふるさと納税をまだやったことがない方はおすすめです。市町村に納税をしないで申し訳ないんだけど、でもこういう便利なものは使いたいと思います。おお、どんな感じかな。おお、こんな船で冷凍した甘エビ、ちょっとこれ開けてみる？どうなってんだろう。開く？これ、すごいしっかりしまってるけど、あ、
あ、いた。おお、すごい。あ、ちょっとごめん。おお、すごいです。甘エビ、実に美味しそうです。おお、これ。いいな。ちょっとこのまんま冷凍庫に入れます。嬉しい。お正月に食べます。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。